第1回ジャパレゲアキネイターバトル、イエーイ。まあなんかゲセませんけど、ゲセないですけどね。はい、いろいろゲセません、僕は。まず分かるんですよ。クイズバトルに続いて、うん、アキネイターバトルよろしくお願いします。どうもチャンピオンです。いやでも本当にジャパレゲクイズチャンピオンです。魔人のさ、称号がもらえるって本当に嬉しくて。あ、そう、切り替え早いな。もう何のか、前回のあれはずっと魔人って呼ばれたいなと思ったから、このタイミングで来るか。今回勝った人はジャパレゲ魔人という称号を、うん、与えられます。ありがたいです。だからゴースト AKA ジャパレゲ魔人、ラチマ AKA ジャパレゲ魔人。もうダメかと思ったから。そうです、ね、これ仙台一部だわ。嬉しい。あの、田中も参戦しますので、今回は田中 AKA ジャパレゲ魔人になるかもしれませんが、はい、まずは任せて、はい、ジャパレゲアキネイターバトルのルールを説明します。お願いします。はい、まず出題者が1人で、回答者が2人で、先に、当てた人が勝ちですね。お、簡単だね。そうですね、簡単です。あれすぎ、ただあの2ポイントで勝ちにしましょう、はい、はい、2ポイント取った人が勝ち抜けというか、OK、はい、で、出題する人はジャパレゲのアーティストを1人思い浮かべます。うんうん、はい、で回答者は、順番にどういう感じの人ですかっていうのを質問していくという、はいはい、でその思い浮かべた出題者の人は、はい、いいえ、わからない、多分そう、多分違うの5択から答えます。はいはいはい、はい、で回答者の人が分かったらピンポーンって目の前の赤い丸を押してもらって、はい、答えてもらうと、はい、これ、回答権は1人3回までです。3回まで回答したらもう答えられません。 OK、はい、で、まあ、2ポイント選手が勝ちで、田中健も参戦するので、今回は総当たり戦でいきます。おっしゃ。はい、で、最終的に一番勝ち星を挙げた人は、ジャパレゲ魔人の称号が、よっしゃ、与えられます。よし、レッスン取ろう。魔人欲しい。欲しいよな。欲しいです。いないですからね、レゲエ界に、はい、ジャパレゲ魔人なんです。チェーンソーマンの世界に行かなきゃもらえないと思って。その世界観ですか。ここで実現できます、はい、よし。はい、なので皆さん頑張ってください。あ、僕もですけど。頑張っていきましょう。気合入ってるわ。超気合入れてきたわけよ。お願いします。寝れなかったもん。ほんと、フライヤーになんかちょっと乗ってるの見たら楽しいっすね。ゴースト AK ジャパレゲマジ。私は AK ジャパレゲマジ。あの時の。確かに。はい、じゃあ、第1回戦は発表します。出題者、ゴースト。お、タナケンネイター VS、アダチマンネイター。どん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 。はい、始まります。1試合目、1試合目よろしく、よろしくお願いします。もう浮かびました。いや、はい、じゃあお願いします。お願いします。どっちから質問を始めますか。どっちもいいよ。じゃあ僕からいきます。その人は関西の人ですか。いいえ。関東ですね。男の人ですか。はい。DJ ですか。はい。関東の DJ って横浜ですか。はい。お仕事ね。近い、僕らと世代が近いですか。多分そう。多分はっきり分からないってことです、うんうんうん、誰か分かんないってことで。多分なんだ。背は高いですか。いいえ、うん、むずい。え、むずいな。オースターの世代はあんまり多分っていうのはどういうことなの。メジャーアーティストですか。多分違う。多分横須賀ですか。いいえ。神奈川ですか。はい。ドレッドですか。多分そう。ルーボイフェイス。正解。おはい。どんどん行きましょう。はい。
整いました。整いました。じゃあ順番的に僕から質問しましょうか。はい、またまずはやっぱ地方を絞りたい。そうだね。そうなるよな。大阪ですか。いいえ。東京ですか。いいえ。埼玉ですか。いいえ。神奈川ですか。いいえ。意外に静岡。いいえ。あ、関東より上ですか。下ですか。あ、いやいや、関東より上ですか。いいえ。大阪より下ですか。あ、順番あの中部地方ですか。いいえ。え、嘘でしょ。いや、もうこれはもう当てたら、これで当てたらすごい。もうマジン、ほぼマジンですよ。デンジャーシュー。正解よ。本当に本当に。怖すごい、俺すごい。すごい。いきましょうか。じゃあ、今次取った方が勝ち。はい、大手です。はい。行きますかね。え、さっきどっちが質問？次は阿部さんと質問してます。埼玉ですか。いいえ。千葉ですか。いいえ。九州ですか。いいえ。大阪ですか。いいえ。あれ？じゃあ神奈川ですか。多分違う。多分なんですよ。これがここなんで、ここをどう捉えるか。始めるんですよね。うん、男ですか。いいえ。女だ。え？東北ですか。いいえ。女、もう。ダンサーですか。あ、そうかそうか、歌い手だけじゃん。いいえ。シンガーですか。多分そう。おお。ああ、何何しつ、何しとんちゃう。歌上手いですか。はい。上手いんだ。はい。ちゃんみか。はい、ミソン B。 ブー。多分神奈川みたいなことあるやろ。あ、そうかそうかそうか、忘れてた。あれさんですかね、質問。35オーバーですか。女性に。多分そう。あかね。正解。なるほどね、神奈川が多分そうっていうの。分かった。足立番対田中は田中の勝利。